それでは統計力学1のそののそ28として古典理想機体の第4回前回は一粒子の分配関数を考えたんだけれども今回はいよいよ N 粒子の分配関数を考えていこう。まず一粒子の分配関数をもう一回確認すると調和振動子なんかの場合と違って自由粒子の場合にはエネルギー順位が等間隔じゃないんだよね。 等間隔じゃなくてまあ不等間隔でエネルギー上がが上るにつれてて詰まってくるでそれを連続禁止しましょうつまりエネルギーは連続にあると思ってそれを状態密度で書きましょうそれがまあ一粒子状態密度 g エプシロンってやつなんだけれども横軸と縦軸をひっくり返してエネルギーを縦に書くと g エプシロンはエネルギーのルートだから広角と2次関数でね。 でこうできる条件っていうのは、えっと、体積を十分大きくすればいいんだったね。その時一粒子の分配関数 Z は状態密度かけるボルツマンウェイトエクスポネンシャルマイナスベータエプシロン、それを0から無限大までエネルギーで積分したものですよという話あったね。それで N 粒子系に話を拡張するんだけれどもこれは 超和振動子なんかの場合とまあ似ていて全粒子が同じエネルギー順位構造を持っているわけです。例えばここでは粒子3つ書いたけれども N イコール1も2も3もエネルギーの順位構造としては同じですよ。そうするとまあ超和振動子の場合と同様に N 粒子の分配関数をまあ例によって Z イコール1粒子の分配関数 Z1 の N 乗とまあ書いてみよう。 そうするとどうなるかというと、z イコール、h3 乗分の 2πmkbt の,の2分の3乗かける v。それの n 乗になるよね。で、その体積の項だけ取り出すと、これは体積の n 乗に比例している。ちょっと厄介なことになって、これのログを取ったものにマイナス kbt かけたのが、ヘルモホルツの自由エネルギーだから、 ちょっとヘルモホルツの自由エネルギーには n ログ v っていう項が出てきちゃうわけ。で n ログ v っていうのは v はもちろんオーダー n の量なのでこれオーダー n ログ n の量だよね。ちょっとこの項があるためにヘルモホルツの自由エネルギー F が資料的ではなくなってしまう。これは物理的におかしい。じゃあ調和振動子と何が違うんでしょうということを考えて。 例えば、まあ、アインシュタインモデルだとどういうことになっていたかといえば各粒子子はそれぞれぞの子点で振振動動する調和だだったわけだね。最初に考えた抽象的な調和振動子の時もまあ何か知らないけど別々の調和振動子がありますということを考えてきたわけ。で全ての調和振動子は同じものなんだけれども各調和振動子の微視的状態は違うものなわけだよね。 1>, 1つ目の振動子と2つ目の振動子の状態っていうのは違うものだよね。アイシュタイムモデルら場所が違う。とにかく全ての調和振動子は完全に区別がつくというのがこれまでの調和振動子の話だったというわけじゃあ理想気体はどうでしょうっていうことなんだけどこれは全部の粒子が同じ箱の中に入ってるわけでしょそうするとどの粒子の波動関数も完全に同じなんだよね。例えば、 規定状態って言ったらどの粒子の規定状態も完全に同じ波動関数。第一冷気状態って言ったらそれも全部同じ。空間的に重なっているので完全に同じ波動関数で記述される。問題は量子力学的には動詞の粒子は区別されないっていうことね。つまり全く同じ分子だったら、まあ、原子でもいいんだけれども区別されない。 えっと、これは古典力学との大きな違いで、古典力学的に扱える粒子っていうのは、まあ、基本的にはたくさんの原子からなってるから、全く同じものってないよね。必ずまあ、例えば原子の数が違うとか、何かしら見分けがつくし、古典力学で追っかけていくんだったら、まあ、どの粒子がいつぶつかってどこへ曲がったとか、全部わかるから、粒子を全部追っかけていくことができるよね。ところが、 量子力学の場合には、例えば同じ波動関数を持つ2つの粒子っていうのは全く区別がつかないでそれは原理的に区別がつかないよ、ね。そこでこの動種粒子の区別がつかないということがこの問題を解決するための最大のポイントになる例えば2つの粒子がある場合を考えてみよう とりあえず番号は付けられると思って、一番目の粒子がエプシロン M というエネルギー順位にいて、で、二番目の粒子がエプシロン N という違う微子的状態にいるとしよう。で、二つの粒子の、どっちもエプシロン N っていうエネルギーを持つ微子的状態が、は同じ波動関数なのね。 まあ、今の場合は違う状態にいるとするんだけれども、あそれと粒子を入れ替えたものを考える。つまり、一番目の粒子は、エプシロンの n にいて、二番目の粒子はエプシロンの m にいますよ、というのを考えるんだけれども、この二つね、つまり一番目の粒子がエプシロン m、二番目がエプシロン n ってやつと、一番目がエプシロン n、二番目がエプシロン m っていうやつは、粒子の区別がつかないから、 同じ微視的状態だと思わなくちゃいけないね思わなくちゃっていうか本当に同じ微視的状態なわけするとさっきやったように N 粒子の分配関数を一粒子分配関数の N 乗だとしたのでは微視的状態を数えすぎてるっていうのはこの場合にはすべての粒子を独立だと思って勘定しているからその一番目の粒子が まあ上の状態にいて2番目の粒子が下にいるっていうのと1番目の粒子が下の状態にいて2番目の粒子が上にいるっていうのを別々の状態だと思って数えてるわけ。今の話だとこの2つは同じ状態のはずだから別々の状態だと思って数えると数えすぎになっちゃう。じゃあそれをどのようにして補正すればいいですかっていうことを考えてみよう。で 二つの粒子が完全に同じ状態にいるといささか厄介なのでまずここではとりあえず全ての粒子は違うエネルギー順位にあるんだともう仮定してしまおうこれは問題を簡単化しているのねでこの簡単化がいつできるのかどう正当化されるのかについては後で吟味することにしてとにかく全ての粒子は違うエネルギー順位にあって 同じ状態にいる粒子の組はないんだと仮定しましょう。そうすると、粒子は全部区別できますよと思って数えた状態の数っていうのは、本当はその粒子をどれをどう入れ替えても微子的状態は変わらないんだから、同じ組み合わせならね、同じエネルギー順位の組み合わせなら変わらないんだから、実際には一つの微子的状態を ちょっと考えてみればわかるけど n 階上階数えてることになるあらゆる微視的状態は n 階上階数えられているそこでそのように全ての粒子が区別できますよとして求めた状態密度のことをオメガダッシュと書くことにしよう。でこれは正しくないわけね。でもどう正しくないかは分かっていて。 すべての微視的状態を n 会場回数えてるんだから。正しい微視的状態っていうのは。オメガダッシュを n 会場で割ったものですよと。いうことになるよね。オメガイコール n 会場分のオメガダッシュだと。いうわけ。で、これを使うと。正しい分配関数。もちろんオメガっていうのは正しい状態にすだから。オメガにボルツマンファクターをかけて。積分したものが分配関数でね。 でそのオメガをオメガダッシュで置き換えれば、全体 N 解乗で割ればいいだけだね。だから N 解乗分の1のオメガダッシュのボツマンファクターの積分というので、正しい分配関数が計算できますよというわけ。そして我々はまあ、オメガダッシュを出してないんだけれども、一粒子、 分配関数の n 乗で計算した分配関数っていうのは何だったかっていえば全ての粒子は区別できますよとやって計算したものなんだから状態密度としてオメガダッシュを使ったものになってるわけね。だから Z1 の n 乗っていうのはオメガダッシュにボールツマンウェイトをかけて積分したものになってる。だから正しい分配関数にするにはこれを n 解状で割ればいいというわけだよね。というわけで分配関数 Z は。 一粒子分配関数 Z1 の N 乗を N 解乗で割ればいいということになる。で、それを実際に計算してみると、さっきのやつは N 解乗で割るだけだから、それにかけるのは H3 乗分の 2πmKBT の2分の3乗の V の N 乗だよね。それで、まあ、どのみち後でログを取ることを考えて、 n 会場そのままあると厄介だからスターリングの公式を使ってしまう。でまあここではログ取ってないんでちゃんとしたルート 2πn の入ってるスターリングの公式を使うけどこの項はどの道ログ取ったらなくなるよね。まあ一応それを残して計算するとルート 2πn 分の1が前に出てきて e が出てきて h3 乗分の 2πmkbt の2分の3乗があってそしてスターリングの公式から n 分の1が出てくるね。そうすると n 分の v っていう組み合わせが出てきてそれ全体の n 乗というのが正しい分配関数ですよというわけあ正しいっていうのは今の n 解乗倍数えられてますよっていう近似のもとでねでそうするとこれはさっきと違って n n 分の v の v 乗に比例してる、ね。体積 v は n 分の v っていう形でしか現れない n 分の v っていうのはまあ粒子1個あたりの体積あるいは逆数とって v 分の n にすればそれは数密度だよね。でその形でしか体積は現れない。その結果ヘルム・ホルツの自由エネルギーにはログの v じゃなくてログの v 割る n っていうのが出てくるからそれは v はオーダー n で n はもちろんオーダー n だからオーダー n の0乗の量になるわけね。 そしてヘルモールツの自由エネルギーは全体の n がかかっているので、無事にオーダー n、つまり資料的な量になると。いうわけで、先ほどの n 解状で割るという処方によって、ヘルモールツの自由エネルギーが資料的にならないっていう問題は解決された。そういうわけ。というわけで、ここまでをまとめると、全粒子が同じ微子的状態を共有しているので、n 粒子の分配関数を 一粒子分配関数の n 乗としたのでは状態を数えすぎている。その結果、ヘルモルトの自由エネルギーが資料的でなくなってしまう。で、それを解決するために、僕たちは、まずは各粒子は全て異なるエネルギー順位にいると仮定しましょうという、まあ、仮定を置いた仮定と言ってもいいし、禁止と言ってもいいんだけど、その仮定の下では、 N 粒子の分配関数っていうのは一粒子分配関数の n 乗を n 解乗で割ればいいですよ。で実際やってみるとそれによってヘルモロドの自由エネルギー F はちゃんと資料的になりましたね。ということが分かった。